さあこれで2試合終わったわけでありますが、ダブルスとそしてこのシングルス、この2試合ハイライトでご覧いただきましょう。このダブルスですけれども、まあ正直言ってちょっとチョン・ヨンシク選手が本来の力が出てないのかなとも思ったんですが、まあ もちろん水谷、松平健太は素晴らしいんですけどね。いやこれ、これは今松平健太が決めたところですね。だって一時は松平健太選手このまま日本で一番強くてですね、はい、でもう対中国、打倒中国はこの健太がやるぐらいの勢いの時ありましたもんね。そうですね、世界ジュニアを優勝してですね、はい、オフチャル選手に勝ってですね、はい、で横浜の世界大会で、あのマリン選手を勝ちかけてでこのままずっと、その駆け上がっていくかなと思ったんですけどね、はい、ですからね、まあ、もちろんいろんな注目のされ方しましてね、はい、女性雑誌に出たりモデルやったりというようなこともあったりしましたけれども、さあ今、シングルスの方のハイライトシーンになりました。大島吉村、まあ、この試合今解説をしてもらったばかりではありますけれども一言、はい、そうですね、まあ、大島選手非常に落ち着いて、はい、戦術面が非常に良かったですね、はい、さあこれで、木下マイスター東京が2対0となりました。